ただ最善を尽くすのみ。徳川の神聖と称えられた男はその強さゆえ向こう傷が絶えず、その若さゆえ衝突を繰り返す。彼は試練を超え徳川の巨星となれるのか。井伊直政と赤備えの伝説が今始まる。神聖の章。家康は秀吉との直接対決を制した。敗れた秀吉は講和を提案、巧みに家康を傘下に置く。脅威を除いた秀吉は天下統一事業を加速させる。四国九州を制し、朝廷からは豊臣姓を賜った。やがて豊臣秀吉に反抗する勢力は関東の北条、奥州の伊達のみとなった。天正18年、秀吉は北条討伐を決意。降伏した伊達も加えた大軍で北条の小田原城を包囲する。秀吉は北条が降伏しないと見るや総攻撃を指示。物量に勝る豊臣軍は瞬く間に二の丸まで攻め込んだ。徳川軍の直政もまたこの包囲戦に参加する。彼の名はこの戦で天下に轟かんとしていた。神聖の章、小田原征伐。調子に乗って突出するなよ、ガキ。おじ上、いつまでも子供扱いはやめてくれ。俺は島津のため戦うだけだ。調子に乗って突出するなよ、新入り。はあ？ダメです、ダメすぎます。俺がそんなことをすると思っている時点でダメです。あと、いい加減新入り扱いはやめてくれませんか。俺は島津豊久。さっきの話聞かせてもらった。一緒に頑固な大人たちを見返そうな。なんだ急に。俺はお前と共に戦うつもりは。遠慮すんなって。小田原城、若い力で落としてやるんだ。ああ、ダメだ、ダメすぎる。まためんどくさいのが増えた。二の丸まで攻め込んだが、ここからが本番じゃ。みんな気づくなよ。小田原城は難攻不落だ。その意味てめえらの身に教えてやら。続けもん。あっちゃ、我が軍を分断するとはやりよるの。急いで孤立した味方を救い出すんじゃ。弱点をついてきたか。さて、この窮地でも自制できるか、新入り。突っ込んで戦局を変えたいところだ。ここを抑えよう。それが最善だ。見事ですね。崩してやる。
工場内には内通者がいる。まあ、今は何をするべき時ではない。さすがですね。敵将、撃ち取った。工場にいる。ですが手は抜けません。いざ真剣勝負を願います。姫様と勘違いしててもいい。今はこの時たっぷりと楽しみたい。敵将、打ち取った。聞いてください。忍びめ、ここから先へは行かせないぞ。敗北条件変更。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。ステグルワの火を止める。小太郎がかき回している今が抗議だ。豊臣の本陣をかすれ。ストール。最善を尽くしたまでだ。猿の天下、所詮座教よ。ありがとう。これで島津の面目は保てた。秀次様を守って無茶をしたのも島津のため。ガキなりに最善を尽くしたということか。だから子供扱いはやめろって。みんなよう耐えた。こっから反撃じゃ。まずは俸禄で本丸を攻撃するで。開門。今だ。全軍停止に突撃だ。ここは通さぬ。王城の結束は東亜に埋めてら。突出せず味方と共に南極を乗り切ったが上出来だ、新入り。上出来ならいいとこ。新入り扱いはやめてくれませんか。王城の魂まだ尽きぬ。本丸へは誰も通さんぞ。体勢は猛攻だとし、まだ抵抗するか。
北条はまことしぶといな。秀吉様、他の古場には内通者がおります。奴らに何を任せましょう。解剖北条のお殿様を守るんだ。猿の軍を関東から追い出せ。最善を尽くしたまで。撤退する。女の子も全力で粉砕かよ。そっか、加減した方が失礼だもんな。解剖リーナにここまで来たか。俺と一緒に乱戦か。そう思ってみやがれ。ついてこれるか。獅子が極むぜ。これが最善。天下平定、ここに相なった。皆の者、大義決めた。直政は俺の好敵手だ。これからも一緒に頑張れ。待て、好敵手とは互いに認め合った間なら一方的に呼ばれては迷惑よなあ、新入り。どの口が言うんですか。
前やるな。あんな働きができるやつ九州にもそういないぞ。キャンキャンうるさいな。俺はただ徳川のために最善を尽くしているだけだ。俺は島津のため、お前は徳川のため。なんか俺たちって似た者同士だよな。ダメだ、ダメすぎる。俺にはまだまだ追いついてないぞ、島津。それは、うん、認める。潔すぎだろ。だから俺はこれからお前を目標に頑張る。絶対にお前を超えてやる。島津は諦めないぞ。じゃあな、俺の好敵手。なんだあいつ。寂しいんですか。武家の娘に生まれた以上、主君のために他家へ嫁ぐのは戦国の習いだ。寂しいんですね。お前な。深刻な顔で何を。あ、ごめんなさい、直政がまた何かしちゃいました。いや、すまん。どうしても聞いておきたいことがあってな。直政の口癖のことよ。ダメだ、ダメすぎる。あれはどこで身につけたものか。実は私のせいなんです。私が井伊家の当主だった頃、家臣によくダメだって言われまして、小さい直政は私の後ろによくいたのですが、その家臣の口癖が移ってしまったみたいなんです。なるほど、さようであったか。しかしダメすぎるとは。直政は家臣が私にダメだって言うたびに、その家臣に対してダメすぎるって返してたんです。幼いなりに母をかばっていたのだな。ふん、なんとも可愛い話ではないか。ナオトラ、惜しいことをしたな。ごめんなさいが口癖になればまだ可愛げがあった。戦つ、それを言いにわざわざ来たというのか。まったく困ったものよ。やっぱり引退撤回しようかな。直政が忠勝さんとうまくやっていけるか心配です。